八神さん、話って。あ、沖手川が君に話があるそうだ。車崎、すまん。車崎、頼む、お前の考えを聞かせてくれないか。僕の考え、教えてやってくれないか。あの沖手川が頭まで下げるんだな。車崎、お前が考えがあると言ったのは何のことなんだ。それはお前が描いていたかっこいいロボットのデザイン、あれと関係あるのか。うん、あのかっこいいデザインには意味があるのか、聞かせてくれるか。うまく説明できるかわからないけど。安心しろ、俺は理解力がある。それに理解するよう努力する。それじゃあ部長、東都理科大が取ってくる作戦は二通り考えられるって言ったよね。ああ、一つは徹底防御作戦。こちらの攻撃に対し徹底的に防御を固め、マイペースにピースを並べる作戦だ。もう一つは高火力殲滅作戦。圧倒的な火力で最初にこちらの機動力を奪い無力化した後、脅威の消えたフィールドで悠々とピースを並べていく作戦だ。どちらの作戦で来るか試合前日まで絞り込めないんだよね。ああ、だから2つの機体の同時並行開発を進めてきたんだ。攻撃も防御も捨てスピードに特化した機体と防御を徹底的に固めた機体の2つだ。でも基板の納品が間に合いそうにないって言ってた。その通りだ。だから結局俺の計画は崩壊しかけていたんだ。僕が作ってたかっこいいロボットは2つで1つなんだ。だから基板は1つでいいんだ。2つで1つ、うん、ただかっこいいだけじゃない、意味があるからかっこいいんだ。どういうことだ。変形するんだよ、モードが変わるんだ。だから2つで1つなんだ。あ、そうか、そういうことか。徹底防御戦略のモードから機動性重視のモードにチェンジするということだな。相手の作戦に応じて機体が変形すると。だから基板は1つでいい。うん、そんなことが可能なのか。小回りの利くコンパクトな機体の上に取り外せる分厚い鎧をつけておけばいいんじゃない。そうか、パージか、脱ぎ捨てるんだな鎧を。うん、なぜ気づかなかったんだ、そんな最適解があったなんて。俺はバカだ。分厚い鎧で防御を固めた機体を作り途中で脱ぎ捨てるってわけか。だがルールには違反しないのか。おそらく問題はないはずです。大会規則には事細かにルールが記載されています。ですが変形をしてはいけないとは記載されていない。車崎の作戦はルールの穴をついているんです。ロボットコンテストではそういったルールの穴をついたアイデアはむしろ歓迎される風潮すらあります。機体が変形するならば基板も一つで済む、スケジュールも収まる。これはとんでもない最適解だぞ車崎。車崎、やはりお前はロボ部になくてはならない人材だ。戻ってきてほしい。この通り頼む。これからはお前の考えにも耳を傾けるから。わかった、僕も変形はやってみたかったから。車崎、ありがとう。
八神さん。ええ、なあ。そうだな。は？ええ。お願いします。というわけなんです。全て誤解なんです。だから廃部の撤回を。ダメよ。どうしてですか？私も忙しいし、ロボ部は他にも問題を起こしそうだし。そこをなんとか。次は決勝戦なんです。お願いします。つかよ、退部届は撤回しただろ。おかしいじゃねえか。なんで廃部なんだよ。何よその口の聞き方は。先生に向かってそれはないんじゃない？話をそらさないで。沖手川の資金源だって半グレじゃないって分かったんだから、廃部にする理由はないでしょ。とにかくダメなものはダメなの。何それ、意味わからないんだけど。バカなの？なんですって？どうかお願いします。ロボ部を存続させてください。ちょっと。お、起きてが。嘘だろお前。部長。どうかこの通りです。何？芥田先生が土下座させてる。ちょっと芥田先生、これは一体？ちょっと起きてが君、やめてよ。ほら。やめません。廃部を撤回してくれるまでは。分かったから。ではロボット部の存続認めるから。よし、やった。八神さん。起きてが。ええ。
やってやるぜ。いいですぞ。どうしますか。よし。やられたな。マジかよ。いいですぞ。いいね。まずいな。いいですぞ。やられたな。いいですぞ。マジかよ。よっしゃ。いいね。よっしゃ。やられたな。ちマジかよ。いいですぞ。いいですぞ。いいですぞ。マジかよ。まずいな。いいですぞ。いいですぞ。いいですぞ。マジかよ。いいですぞ。いいですぞ。まずいな。マジかよ。いいですぞ。まずいな。いいね。よし。マジかよ。すまない、みんな。八神さん。起きてが。ええ。すまない、みんな。八神さん。起きてが。ええ。
よし、およし、そうきますか、いいね、そんな、よし、よっしゃ、いけ、いいですぞ、いいね、バカ、だよ。よし、限界。いいね。よっしゃ。何ですと？よっしゃ。そうきますか。いいね。いいですぞ。いいですぞ、いいですぞ、自分のバカ、やられたな、いいですぞ、マジかよ、いいですぞ、マジかよ、いいですぞ、やられたな、いけ、いいね、最高の気分だぜ、肩凝るわ、パソコンずっといじってるとひどいよね、はあ、やっと半分、まだかかりそう、今日中に終わるかな、みんなたまには早く上がったらどうだ、え、でもまだ作業が、いや全員今日までのタスクは終わっている、だったら今日くらい早く上がっても問題ない、お、いいのか、実は今日楽しみにしてたゲームの発売日なんだよ、あ、上がってくれ、お前ら最近本当によくやってくれている、だから今後に備えて今日は休養してほしい、みんなの健康が第一だからな、どうした、いや、お前がそう言うなら今日は上がらせてもらうよ、お疲れ、ああ、お疲れ、なんかだいぶスケジュールに余裕が出たな、ええ、車崎のアイデアのおかげです、一つのロボットを作成するだけで化粧水に対応できるのだから、パージ機構の仕組みは厄介なものの、2つ機構を作るよりは安上がりなんです、そうか、まさにグッドアイディアだったんだな、ええ、それに最近部員たちの作業効率もかなり上がりました、やる気が前より明らかに上がっているというか、以前とは何かが変わった気がします、変わったのは掟川、お前じゃないか、え、お前がいい方に変わったからみんなやる気を出してくれてるんだと思うぞ、だったらいいのですが、あの八神さん、これを、これは設計図が入っているキャビネットの鍵です、え、設計図ってロボ部秘蔵のだよな、そんな大事な鍵をなんで俺に、ミスケンの天沢先輩に言われて俺たちのことを探ってたんでしょ、もしかして気づいてた、ええ、ひったくりロボット事件が世間で話題のところに
突然ミス研の指導員がやってきたんです。怪しすぎる。そうか。だが気づいてたならなんで放っておいたんだ。放っておいたのではありません。泳がせていたんです。え？あなたがうちでいろいろと調べ回り、結果として部員の身の潔白が証明されればそれでいい。ミス研の天沢先輩もおとなしくなるでしょうからね。なんだよ、結局お前の思惑通りってわけか。まあいろいろと予想外なことは起こりましたが、八神さん、あのキャビネットの中の設計図はこの部の財産です。部員でさえ簡単には閲覧できない。アイデアにこそ価値がある。俺は先代の部長からそう言われ、この鍵を託されました。だから俺はこの鍵を責任を持って管理してきたんです。そんな大事な鍵を俺に？ええ、この鍵は俺から八神さんへの信頼の証ですから。キャビネットは好きに調べてください。ミス研の天沢先輩にも調べさせてやるといい。それで我々の疑いが晴れるならね。わかった。だが、これって、なあ、察するに。いや、天沢。まさか。八神さん、
はじめまして。いや、なあ、はい、ねえ、察するに。はい。はい。
ことになるなんて。大丈夫だよ。
おい、